はそもそも屋外のステージだ。ああ、そうか。と。さて、司くん。お、レイカ？僕もちょうど話があったとこ。これを見ろ。いつ未来のスターは常に先を見て動く。確かになかなか案外とはな。それでだ。まあその方がサイズ的には。ああそこに積んであるだろ。うん、これはまたたくさん用意。さあ二人でテキパキ。お断りだ。え、そんな非効率的な作業したな。何を。俺たちの。まあまあ聞いてほしいな。どういうことだ。言葉通りだよ。ま、僕の方の用事は。やあ、待たせたね。おお、ルイ。手持ちのロボットとゴミ置き場から拝借した学校。まず本体を机に置いてアームをつく。ほう。ロボットのバッテリーで動くから電源は必要な。紙。そして折られた紙がアーム。そういうこと。これなら。ああ、確かに。市販されている紙折り機を換。やるじゃないかルイ。これをさっきの。そうだよ、ちょっとだけ時間が余ったから。おお、なんだかよく。とりあえず。ああ感謝するぞルイ。いやいや、こちらこそ。置き場所。ん、どう。あいつの変なアイディアにはひどい目に遭うこともあるが、さてそれじゃあ早速。待てよ、このまま降り続けるのか。置き場所。ルイ、お前これ。